皆さん、いつも見ていただいてありがとうございます。着物バーチーチャンネルです。富士工房さんのセールがすごかったので急遽動画を撮らせていただきました。 50% オフもあったよ。ちょっと待って、これ半額やったんや。赤すぎて見えないですね、うん、もうまた富士工房さん来たらもうセールやってるやん。なんなんこれ。始まってるの？始まってるよ。もう私ここでいつも怒りんぼキャラなんですよね。なんかいつも困りんぼキャラ。あ、そう。なんかこれめっちゃ可愛いねんけど、おじやちじみ、はい、最近ね、おじやちじみ来てやっぱり洗えるし、旅行でも扱いやすかったし。そうですね、もしまあ旅行先で洗ったとしても乾きますからね。うん、うん、素敵。ほんでこれは映していいんですか？いいですよ。祇園祭り価格、はい、すごーい、はい、ここから20%ね。だからまあ言ったら仕立て代入れて、まあ元の金額ぐらいに、うん、ねえ、うん、あともう一個とっても気になってるのがこれ、はい。はい、すごいねんけど。一番大事なとこね。はい、いいですよね。かわいい。綺麗にグラデーションになってます。こう、あ、そういうこと？はい、濃いから薄い。そういうことか。はい、ほんであれなんですよね。大丈夫大丈夫。この薄い色をなんか襟元に持ってくるとなんか顔写りがいいとか。そうですね、なんかね、はい、こちらこちら、はい、こちら。あ、これはちょっとあれやったんや。そうなんです、あれであれやったんや、ちょっと多色なんでね。あ、なるほど、うん、これいいよな。オーガニックラミー。あ、へえ、そうなんや。うーん、あ、これ合わせてみようかな。いいと思いますよ、紫似合いますもんね。うん、じゃあ秋子先生登場、イエーイ。めちゃピカピカですよ、ピカピカ。めちゃくわざとわざと嫌がらせ。おとなしいじゃないですか。おとなしいですけど。あ、ほんまや。これね、タテロになってんですよ。え、立てろってこう、立てろって結構なんか珍しい気がするんですけど、そんなこともない？ね、あ、いや、珍しいこともまあないですけど、まあ、お値段はこちら。あ、え？あ、そうなんや。はい。260000。はい。可愛いでしょ？え、これ素材は？素材は綿ですね。じゃあ綿炉っていうやつですか？あ、そう、綿炉の縦炉でございます。はい。これ素材ね。なるほど。はい。なんかうちわとかこの朝顔ってもうほんまに土定番で1枚は欲しい、うんうん、そうですね。すみません、ありがとうございます。紺ですよね、これね、はい、ちょっと映像で黒っぽく映ってるけど。あ、紺ですね。濃紺ですよね。はい、上品やな。ちょっとね、ライトもね、暗いんで、うん、撮影の時ってね、なかなかブルー系とか紫難しいですよね。あ、そうですね、あと白もね、うん、柄が出ないからね。あとなんか見せましょうか、どうしようか。あとあの気になってるやつがね、 あちらでございますか。あちらのものはめっちゃ綺麗に映ってる。これチミチミでございますね。チミチミでございますか、はい、みんなね、この絞りのことをチミチミって言わんの？なんかね、いや、うん、あのトントンさん、あ、トントンさん、トントンさん語。そう、トントンさん語。みんなチミチミって言わんの、はい、チミチミって何やと思った。あ、ちょっと待って、これ半額やったんや。赤すぎて見えないですね、うん。そう、だからこれ4万円ですけど、まあ 50% オフなんで2万円。赤すぎて見えてなかった。そうなんですよ、すいません。全然気づいてなかった。かわいいでしょ。そう、これなんか結構初めの方にね、これすごいいいよって言って、うん、教えてくれはって。そうなんです。赤、なんだっけ。そりゃこれおすすめやわ。うん、これはまあ富士絞りのものなんですけど、うん、
え、これ藤井しぼりさんのやつなんや。そうです。あ、そう、私ね、あのさっき1回来て、あの帰りながら、あ、これ忘れてたそう、私もさっき、あ、うん、そういえばこれも言ってたなぁ、気になるって言ってたやつ、これ、良かったですよね、はい、合わせたら。そう、ちょっと後でもう一回合わせてみようかな。そう、なんかこの単語がもう細く見えるんですけど、うん、そうでもないんだよね。そうでもなかったよね。だから、ね、細見え効果じゃないですか。いや、はい、いや、細見え細見え、はい、まあね、うん、私も反物で細く見えるってことは、着ても細く見えるっていう原理でもありますよ ね、 ね、うん、これはすごいなと思いました。え、ほんでこれは何回も聞きますけど、はい、何やったっけ、素材は、素材はね、まあ、ちょっと分からへん。そう、でもちょっとこうシャリ感が出てるから麺、うん、朝入ってるかなと思います。で、洗えるんですよね。はい、洗えます、洗えます。ほんで、あれ、いつ切れるんでしたっけ、春、ね、はい、春先から、多分これだったら、うん、もう真夏もいけますよ。うん、はい、で、まあ、9月。9月いっぱい。色が薄いからね。そう、10月はちょっと厳しいかな、ね、と思いますね。はい、いや、これもかなりいいわ。かなり。これの良さが映るかな。あ、でも結構ほとんどそのような色の感じで映ってますね。これ奄美大島泥染めの麺つむぎ、麺つむぎ、はい、になります。これ合わせたら結構素敵やってんの。うん、で大人のね、色ですよね、うんうん、これがちょっとな、ちょっとあれであれやけど、これこれ一年中ほぼほぼ、うん、いけますね。ねえ、はい、って言ったかったね。すごいしっかりしてるので、生地が、うん、そう、もう草木染めですからね、うん、もうこんな感じで、うわばって、すごっ、うわばって染まるんだみたいなで、食べるもんですよね食べたい綿絹、綿絹ですね。縦が絹で、横が綿、はい、まあ洗えます。これね、私好き、うん、好き。そう、これあのやっぱり、ね、着物に仕立てるとすごく表情がね、もっと変わって、結構ほら単調な感じするじゃないですか、うん、色もおとなしめだけど、うん、やっぱりね、着物にすると違いますよ。先生、やめちゃったらしくて、コロナ中に。え、コロナ中に？うちコロナの前にこれドーンって買ったんですよ、うんうんうん、よしと思って、うん、そしたらなんかコロナになっちゃったし、なんかオリンピックもないじゃんとかなって、うんうんうん、ってなって発注かけたのに、で折り上がりましたってドンドンってきて、うん、チーンって寝かせてたんですけど、うん、でよしって今年になったら、これ見たお客さんが、うん、ああ、もう先生もうお仕事辞められたんですもんね。そうなんや。結構コンスタントに毎年ちょっと仕入れてたんですけど、いいでしょう。これ絹なんですよ。ちょっと洗うのはできないんですけど、あ、そうですよね。はい、湯もみね、絹の地上の絹。そうなんですよ。なるほど。普通の状態でもちょっと安いところで、うん、そうなんや、問題ありだと思います。問題あり？はい。問題あり。これいいですね。代わり一物いいね。うん、これね、あの、また何これ？藤井さんの記事の中で一番涼しい勾配。うん、あ、勾配。一番透けてるから一番涼しい。うん、へ、私これ大好き。え？大好きこの生地。大好き。大好き。小池ルックみたいだけど。これいいですよ。で、畳み方がね、細かい方なんで、すごく爽やか。爽やか。浴衣として着てもいいし、襟付きでね、夏着物でもいいし。でも期間は襟付けだとしても、まあだけど、うん、フライングで5月ぐらいからもう着てる方もいらっしゃいますからね。もう30度超えたらいいんちゃいます。うーん、いやー、申し訳ございません。すごいなー。
祇園祭りですもんね。え、祇園祭りってやっぱ特別なんですね。はい、いいですよ、ハッシュタグだって祇園祭りなの。見た見た、はい、インスタ言い訳しています。うね、え、ほんで、あの、私が気になってる、それ。これは、もっと大変。なんでこんなことするみたいな。どう思うこれ。これ大変よ。大変よ。ちょっとあの、甘いのもまた味でね、うん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 、こういうところもあっていいじゃないか。これが、まあ、言ったら染め村なんやけど、そうそう。でも私ね、あんまりそういうの気にしない。っていうか、なんかこう、愛嬌っていうか、あの全く同じものがないわけじゃないですか。ね、仕立てが大変なだけで。そうなんや。ここを出さへんようにうまいことを彦先生がやってくれるって言ってたよ。出たら出たでかぶんないようにいいとこに出そうみたいな。これなあ、どう思います？いい？いいでしょこれ。いい？これがさ、びっくりのさ、信じられへんねんけど。ね、やりましょう、これやばいな。ちょっと合わせてみていいかな、気になるやつ。一応行ってみましょう。はい、で、これどう？いいんじゃないですか。後ろに回りたい。持ってて、ま、あ、じゃあ持ってて。あぶね。夫婦の共同作業。あ、もう簡単、片方でいいですよ。でいいか。うんうん、いいです、いいです。うん、だって両方当ててもわからへんもん、私。両方当てて。あ、ちなみにこれ、はい、これ、今日着てるやつ、うん、この間作っていただいたやつ、めっちゃ、うん、そうそう、めっちゃ褒められた、これ。ほんでさ、あのさ、あのさ、ここのさ、この、こう、ちょっと映して。ここですよ、ここ。つなげてくれたって言われて、そんな教えてもらわなかったら分からない。いや、言おうと思ったんだけど、もう収まっちゃったから。すごいよね。そう、雲の糸がね、ピューって、肩から袖に向かってつながるように。来た本人絶対分かんない。分からへん、見えへん。それがね、シャレですよ。すごいシャレ、シャレ。あ、これ、これ、あの、あれね、武田先生にね、使ってもらったやつを。マーボーですね。そうそう、顔写さんといてな。あ、そうそう。かっこいい。そう、あの藤井志子さん。はい。いい感じで。ほんでこれ、あの菊池今先生が、あの YouTube でやったはった、あ、もも米の、もも米っぽい感じ。ぽい感じ。ぽい感じ。いい感じです。これ気に入ったらどうしよう。かっこいいでしょう。これはかっこいいでしょう。手が込んでるのよくわかるし、これ、うん、めっちゃかっこいいですね。え、これがなんぼって？それは、うん、今なら、うん、いくらだ、計算してください。まあ、そういうこっちゃ、はい。それであなたも藤井絞り。ほんまや。これであなたも堂々と藤井絞る。そうです、レッツ屏風祭り。え、じゃあ次、あのおじやのやつ。いや、私ね、あのエビ茶が似合うっていう。これエビ茶っぽいですよね。エビ茶っぽいですね。エビ茶が似合うっていうカラー診断が出て、エビ茶限定とエメラルドグリーン、だから探してたんですよ。でもなかなかエビ茶でピンとくるやつがなくって、この色のがね、この時期まで残るってあんまりないんですけどね、うん、やっぱり、ね、濃い、こんだけ濃いのって少ないから、うん、何本かやっぱね、仕入れられたんだけど、これ最後の1個。少ないんですか？少ない。やっぱ薄い色の方が。薄い色がやっぱ出回るんで、夏っぽいしね。え、私濃い色の方が好き。でしょ、うん、だけど、なかなかね、本数が少ないんですよ。買いに行っても。これ気になる。でも2つも買うの無理。ね、これ白い地盤を合わせた感じ？あー、いいですね。顔、顔。ごきげんよう。ごきげんようなんで、さよならみたいな。これも良かったんけどな。
これもな、あとあれもな、これな、これな、よかったんけどな、これもよかったんけどな、これもな、これがな、よかったんけどな。え、こんなんあったっけ、こんなんあったっけ、これありましたよ。え、こんなんあったっけ、うん、これちょっと変わった染めですよね。これ、なんか逆やね、よくあるやつの逆。え、これちょっと合わせてみたい、これ。え、それはいつ着れるやつですかね。これはあの備長炭なんで、うん、割と5月ぐらいから。割と。はい。五級着物と同じぐらいの期間で。私五級着物のこと知らんかってんけど。怒られた。まだまだ。まだ教えてほしかった。もう10年もやってんのにね。ねえ、本当に。あ、かわいいね、これ。華やかなお姉さんが。あら、へえ、あ、ちょっと変わってますね。本当に。これはね、シャープじゃないんですよ。うん、うん、ちょっとクニってなってる。ちょっとクニってなってるけど、なんかその分か、なんか優しい感じがする。うん、いいですね。あ、これなんか、思ったより、よかった。ボビー、ああ、まあ王道みたいなね感じですね。うんうん、はい、いいね。はい、ブランプルンナも入ります。はい、入りました。ブランプルンナ、わあ、華やか。はい、ジャングル入ります。はい、はい、ジャングル。はい、ジャングルなんかわからんけど、なんでジャングル？なんかジャングルって名前なんですよ。そうなんや、ほんまや。ジャングル。ジャンブル？シャン。シャングル。どっちやね。シャンブレーのあれ。シャンブルや。ジャングルじゃ、あ、ほんまや。ほんまね。いいね。え、なかなかいいね。なかなか。はい。なかなかいいです。うん。派手だけど。派手すぎない。うん、確かに。これいいやん。あ、かわいい。かわいいわ。いいわ。顔写しとこ。はい。いいわ。あ、これ一番いいかも。うん。そうですね。これいいと思う。え、これなんかさ、下駄売れたな。え、お昼来た時もったんだよな。あのね。え、なんかブルっぽいのとか。あれ？なくなってる。S サイズはね。もう狙って S サイズだけ。ああ、そうやね、はい。みんな。あ、ほんでさ、これがさ、これが気になってる、これが。これが。これさ、私さっきこれ可愛いなって言ったら、ここバキってやるからあかんって。出しましょう。はい。え、これめっちゃ可愛いやん。これ買う。あざーす。買う。ちっちっちっちゃ。プライス見せていいんですか？見せない。いい、あ、いいですよ、いいですよ。全然。はい、じゃあ。ありがとうございます。あ、この1万円ぐらいするよね。普通ね。これも色違いっぽいのがある。あ、これはでも、あの、持ち手がないやつやけど。え、でもこれさ、あの、あそこの、さんで買ったらさ、で買ったらさ、え、これでもめっちゃなんか上品じゃない？これ、これちょっとこれ、これでこれで、ほらこれ、ほら上品。え、こんなん欲しかったの？買う。何しますね。はい。はい。これ可愛かったな。かわいい。綺麗ですよね。この黄色がすごく際立ってきて、思ったよりも着ると印象変わりますね。紫かなと思うけど、実は黄色が強い。かわいいですよ。これもかわいい。何でも似合いますね。ありがとうございます。営業トーク。営業トーク。いや、本当に本当に。やっぱり選ばれるのは分かってらっしゃる、ね、うん、あ、まあなんか好きなのは決まってるみたいで、いいですね、ありがとうございます。買うの？買うのどうするの？
日本買うの？行ったらええやん。だって1本分より少ないで。あ、本当です ね、まあ、正規の値段がこれで、うん、だいたいこれで本当に売ってましたから。2本行ったらいいよ。悩んでるなら2本行ったらええやんか。もう買う？確かにね、藤井しぼりさんのしぼりの着物は買うものリストに入ってたよ。だけどやで、でもセールやし買っちゃいました。あともう一つは4月から9月ぐらいまで着られる洗えるお着物も買わせていただきました。また出来上がったら報告したいと思います。ぜひチャンネル登録をしてお待ちください。いつも本当にたくさんの方に見ていただいてありがとうございます。こちらが富士工房さんの祇園祭り大セールです。ぜひチェックして行ってみてくださいね。こちらの着物バーチー京都のチャンネルでは、着物初心者の私がわからなかったこと、わかったこと、京都のこと、あとはとってもお買い得だなと思ったことを急遽動画にして発信しています。これからもよろしくお願いします。